こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、倉敷の小島かな、和集山に来てますね。和集山の景色を見ながらこうやってちょっとドライブですね、ナイト君と。まあ単なるドライブじゃなくて、このね、トランザムのナイト2000を、まあこれまだ言っちゃダメって言ってたかな、まあライブ放送してます。いやー、岡山今日いい天気ですね。さんさんと降り注いで気持ちがいいな。皆さんも気持ちがいい一日をお過ごしください。では行ってらっしゃい。こんな感じですね、ナイト君。まあ今エンジン止めてるんで、ナンバープレートちょっとかぶせてますけどね、ディスプレイ用に。走るときは外しますよ。はい、こんな様子ですね。ちょっとまあ40代から50代ぐらいになって、こんな時間が持てればいいなと幼い頃思ってたんですけども、あ、これもなんか夢を実現したかなというところですね。こうやってね、アメ車でのんびりとドライブして、そして、人と会うと。はい、ナイトかっこいいです。やっぱりね、幼い頃のテレビとかドラマの憧れですよね。その幼い頃の憧れを実現するのは大人になった自分じゃないかなと。まあこんなんね、できるようになったから言えるんですけども、まさかね、こんな未来が待ってるとは幼い頃思いませんでした。ミッドシップわかんない、すいません。僕ね、車詳しくないんですよ。全然詳しくないんですけども、エンジンはこちらにですね、ここにエンジンは5700cc が V8 で入ってますということぐらいしか分かりません。こんなですね、フロントがこんな感じでちょっとこう変わってるでしょ。このノーズも入れ替えてテレビドラマと同じようにしてるんですけどね。まあ3速なんでそんなにスピードが出ないのと、坂道そんな勢いよく登んないです。だからはっきり言って国産の軽自動車の方が絶対にいいですね。でもこれは本当にね、後ろにあるエンジンはね、前ですね、エンジン前です。後ろはハッチバックですね。はい、前の方にエンジンありますね。ちょっと開けてみましょうか。ドアを閉めてください。ありがとうございます。お気をつけて。まあこうやってね、キットが喋るんですよ。ここですね、エンジンがあるので、入れ替えてもらってます。当然83年式の車なんで、そのままのエンジンじゃ使えないんで、エンジンは新品にしてくれてますね。冷却水もでっかいレース用のつけてもらって、だからバッテリーがね、すぐ上がりますね、こんだけ大きいと。でダンパーっていうんですけども、これ上にグイッと上げる装置が熱で壊れてて使えないんで、こうやって木で押さえてるんで、この木をね持ってきてます。馬力もすごいんだと思いますけども、何馬力か分かんないですよね。全然ね、分かんないですよ、車のこと。で今一つずつ自分で修理しながら覚えてるとこなんですね。まあこの年になって初めて車を触れますけど、まあパーツ一個一個むちゃくちゃ探しにくい。特に40年前の車なんで、中古の中から探すしかなくて、もう生産ラインは止まってますんでね。だから中古の車をもう世界中から取り寄せるしかないかな。これもインターネットがあるからできるんですけども、ちょっとめったに手に入んないですよ。それこそ1台そのままそっくりそのまま廃車になってるものから分解して取ってくるみたいな感じになって、それもだから部品も取り合いになるんで、もう価格が高騰しちゃってね。だからこれ春に4月に契約したんですけども、もう軽くね、日本車の中古1台ぐらい買えるぐらいもうぶっ込んでいるっていう。なんか維持費も高いんですよ。いやこれはすごいですよ。もう私でもね、ちょっと冷や汗かきますね、これを維持するのは。でもやっぱりすごい。これをね、全国で50人から100人ぐらいの方が同じようなものを所有してらっしゃるみたいで、まあ大好きなものにはやっぱ愛情を注いだりとかね、いろいろ覚えていったりとかするんだろうなと思います。ちょっと待ち合わせの時間が迫ってますけども、すいません。こんなナイト2000ですね。いやこのね、タイヤもちょっと特徴的でしょ。
でこのティーバールーフっていうんですか、屋根がこういう風な感じで開いて、ここは雨漏りむちゃくちゃします。洗車するとシートが濡れます。ですので洗車するときはゴミ袋をこうやってはめてね、むちゃくちゃ手間がかかるんですよ。まあいろいろとね厄介ですけども、その厄介が楽しかったりするんですよね。でもこれね、やっぱ時間がある程度ないとできないかなっていうのと、やっぱ お金もねそこそこ出せるようじゃないと、だから毎月3万円のお小遣いの中でやるっていうのは難しいですね。部品は取り合いですね。車体も取り合いなんで、もうこの車も手に入んないんで、一回手放したらもう二度と回ってこないんじゃないかなというような気がしますね。まあこういう車欲しがる人もあんまりいないと思いますけども、日常生活には乗れないですから。全然ガソリンもバカバカ食いますしね。でメンテナンスは近くのショップじゃできないし、早速トヨタのディーラーではこれはお断りされましたんで、だから全然やってくれないですね、正規のところでは。もう本当にこういうアメ車とか旧車が好きな人とつながって、そういう人に教わりながらやっていくしかないですし、だからメカニックさんとね、もうエンジニアさんと二人三脚みたいな感じですね。だから自分自身がメカニックとかエンジニアみたいに詳しくなっていかないといけないんで、部品一個一個もうホームセンターで買ってきたのを自分でねパチンパチンと加工して作っていくみたいな感じなんですよ。それだけになんか結構ね、自分でやった感とかがあって、愛情がどんどんね募るんですけども、まあでもこれだけある部品の中で私が触ったのってまだね100個に満たないんで、全然間に合わないですね。これからです。はい、それじゃあね、待ち合わせの時間もうちょっとなんで、すいません一旦ここで終了します。ありがとうございました。こんにちは、久保です。今日はねナイト2000と一緒に和州山来てるんですけども、これからYouTube でナイト2000の動画をねたくさん上げてらっしゃるのりたまさんにお会いするんですよね。で待ってるわけなんですけど、あとね10分とか20分したらお会いできるんですけどもね、柄にもなくちょっと緊張しますねやっぱりね。なんと言いますか、まあこういう気持ちで私のことをね多くの方が見てくださってるんだろうなと、やっぱねこういう時感じますね。なんと言いますかね、ちょっと音しますけど、いやもう緊張の連続でございます。でなんかすごく複雑な気持ちで、このなんかねもうすぐ会えるなっていう気持ちをずっと味わっていたいんで、なるべく遅く来てくださいって気持ちもあったり、なるべく早く来てもらいたいって気持ちもあったり入り混じってますね。今日は天気も良くてキットも調子良くて、僕のキットもね、あとはのりたまさんにいろいろと見てもらったり教えてもらったり、それからね、私なりのこのなんですかね、ナイトライダーへの思いをこう聞いていただければ嬉しいなと思いました。まあ思いの一つがこのマイケルナイト公式革ジャンとこの中のねナイト財団の T シャツかなと思うんですよね。あとキーホルダーがゼネラルモーターカンパニーと、あとこのポンティアックのね、公式のキーホルダーということでございます。あとはわかんないです。このエリアテイワンさんの今井社長が作ってくださったこのねデモカーを私がお預かりしていて、私がねどのぐらいこう愛情を寄せられるかっていうところがまあ試されるんだろうなと思ってますね。いやでも本当毎日ね乗らなくても持ってるだけ、なんか車庫にあるだけで日々が充実しますね。すごいですねやっぱりね、この所有物のパワーといいますか、憧れを実現するパワーっていうのはね、考えてみたらその憧れをね実現したくて人は大人になるんではないでしょうか。では失礼します。